早かったんですね橋川さん大事な話があります住職がお見えになりましたお寺追い出されたそうですねどうしてそんな大事なこと黙ってたんですかあなたに 心配をかかけたたくなかったので私たち付き合ってるんですよねはいだったら心配かけてください心配したいんですそれが付き合うということですそうなんですね